アイテム番号 SCP-460JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-460JP は、そのすべては収容されていません。発見の連絡が入り次第、適切なカバーストーリーを適用し、SCP-460JP を回収してください。回収された SCP-460JP は、検査の後に保存。実験用を除いてすべて破壊してください。SCP-460JP 及び販売物は、サイト内の倉庫に保管されます。現在、SCP-460JP に関連した実験は凍結されています。SCP-460JP の使用は一切認められません。説明、SCP-460JP は、日本国内にて出現する、120cm×50cm×40cm の自動販売機です。形状はコンドーム販売用のそれに類似しており、2つのボタンがついています。SCP-460JP は、主に都市部にて出現し、過疎化の進んだ地域での発見例は極めて稀です。SCP-460JP は、避妊、妊娠を日本円に換算して500円の値段で販売しており、購入すると性別に対応した下着が共通で、さらに、避妊、妊娠に対応した物品が排出されます。この排出された物体は、避妊のものが SCP-460JP-1、妊娠のものが SCP-460JP-2、下着は SCP-460JP-3 に指定されます。SCP-460JP-1 は、男性用、女性用の違いはありますが、コンドームやピルなど避妊具です。SCP-460JP-1 を使用した場合の避妊率はほぼ確実で、ピルなどの薬品の副作用はほとんどありません。高い避妊率から SCP-460JP-1 をサイト内の購買にて販売する計画が審議されています。SCP-460JP-1 の販売案は却下されました。SCP-460JP-2 は、内容量 200ml の栄養ドリンクです。容器は茶褐色の瓶で、内容物は成分不明の薄黄色の液体です。服用した場合、性欲が増大し、編集済みを強く望みます。この状態で、編集済みを行った場合、生殖に関する障害があるまたは SCP-460JP-1 を同時に使用していない限り 100% の確率で妊娠します。この効果は何らかの形で性欲を発散させるか一定時間経過するまで継続します。この効果は人間にのみ有効です。SCP-460JP-2 を使用した実験は、現在凍結されています。SCP-460JP-3 は、購入した人物の最も好むタイプの下着で、素材は一般的な下着に使用されるものと同一です。SCP-460JP-3 を着用した人間は子供を強く望むようになり、子供を作る、育てるのに適した環境を作るようになります。この傾向は一定期間 SCP-460JP-3 の着用をしないことで消失しますが、子供に対する好意的な感情は残ります。SCP-460JP-3 を着用した人間が生殖に関する障害を持っている場合、先天的、後天的を問わずそれを治療します。現在確認されているものでは、ED や無精子症、排卵障害に性病、さらには手術によって除去された卵巣や子宮、精巣等も再生します。この効果は購入した本人以外でも有効です。本人の性別と違う SCP-460JP-3 を着用した場合の効果は記録 SCP-460JP-A を参照。SCP-460JP は、サイト内に見慣れない自販機があることが職員数名により報告されたことによりその存在が発覚しました。その後の調査で SCP-460JP と思われる存在が日本各地で確認されたことから、現在機動部隊による回収作業が行われています。すでに購入された SCP-460JP-1、2
産の回収も可能な限り行われます。しかしながら、販売物の直接的すぎるネーミングや日本の風俗に対する思考傾向から、回収時までに SCP-460-JP が利用されたケースは現在までの累計回収数に対し14例しかありません。回収された SCP-460-JP は、既存のものと同一化を検査した後に破壊されます。現在、内容物のデザインの違いはあれ効果には大きな差があるものは発見されていません。記録 SCP-460-JP-A 2000年7月22日実施の CP-460-JP 3実験時 B-695542 に SCP-460-JP を使用させたところ SCP-460-JP は女性用の下着を排出。確認を取ると B-695542 は性同一性障害を告白しました。実験のため排出された SCP-460-JP-A を着用させることを決定。経過の観察が行います。30分後、B-695542 が体調の悪化を訴えました。検査の結果、体内のホルモンバランスが急激に変化していることが判明しました。一部職員から実験中止の申し出がありましたが、中止した際の体への影響を考慮し、B-695542 の強い希望もあって実験は続行されます。1時間後、B-695542 が激痛を訴えると同時に気絶。職員が確認したところ、B-695542 の体は削除済み、B-695542 の肉体が完全に変化するまで、麻酔を投与しながら観察を続けます。2時間後、B-695542 の胸部に膨らみが見え始めました。また、身長の減少、容姿の変化などから本格的に女性へと変化していることが判明しました。3時間後、B-695542 の男性器が消失。また、頭髪が急速に発達し始めました。B-695542 の顔は別人と言って差し支えないほどに変化していました。その後、元の性別と違う SCP-460-JP-3 の着用実験を行ったところ、同様の結果が得られました。SCP-460-JP-3 には性転換機能が存在することが判明しました。しかしながら、人体への影響を無視した急激な変化であるために、被験者は完全に変化する前にショック死する可能性が非常に高いです。財団は計15回の実験すべてで手術用麻酔を使用しなければなりませんでした。記録 SCP-460-JP-B。 この記録は SCP-460-JP-2 の性質が判明していなかった初期にあった事件記録です。この事件より SCP-460-JP-2 の持つある性質が判明し、SCP-460-JP-2 を利用した実験は中止され、回収された SCP-460-JP の同一性確認のための試験以外では使用されません。2000年7月21日 SCP-460-JP-2 実験4にて SCP-460-JP-2 を服用した D-154214 男性が男子トイレにて D-483217 女性に検閲、いるところを警備員が発見。B-154214 はその場で終了。B-483217 には緊急避妊薬が支給され、定期的な心理カウンセリングが義務付けられた。2000年8月28日、B-483217 の妊娠が発覚。本人の希望もあり、堕胎手術を行うことが決定。このことを受けて実験が行われて、SCP-460-JP-2 は SCP-460-JP-1 以外による避妊手段を受け付けないことが判明。2000年9月8日、データ削除、堕胎手術は失敗し、SCP-460-JP-2 を使用した実験は回収物の同一性確認実験以外凍結。2000年月、
日、B、483217が社会復帰活動を指したいと職員に申請。精神検査の結果、SCP-460JP2 の影響と考えられる。経過観察も兼ねて申請は許可された。2000年5月29日、B-483217 が出産。体重 3900g の健康な男子が誕生。男子に SCP-460JP2 による影響は確認されず、10ヶ月後、B-483217 は終了され男子は財団の福祉施設へ保護された。ポイ1、事案 SCP-460JP-A 2000年月日県村において SCP-460JP の収容違反が発覚しました。SCP-460JP の発覚した新たな特性により、村は壊滅しました。SCP-460JP より販売される商品のすべては、SCP-460JP-2 の持続的な使用を誘引します。SCP-460JP-2 を恒常的に使用し続けた人間は SCP-460JP-4 へ変化します。この時、生殖機能が未発達、あるいは消失している場合は機能が発達あるいは回復します。SCP-460JP-4 は SCP-460JP-3 のみを着用し、SCP-460JP-2 を服用し栄養を摂取。睡眠時間以外の行動のほとんどを生殖活動に費やします。SCP-460JP-4 の妊娠から出産までの期間はおよそ3ヶ月で、出産された子供は約3ヶ月で15歳ほどに成長し SCP-460JP-4 となります。現在、SCP-460JP-4 の治療方法は確立されていません。村は山奥に存在し交通などの便も不足してたため、村に来る人間は非常に限られていました。これが SCP-460JP の大規模収容違反を引き起こす原因となり、また事態を円滑に収束させる要因にもなりました。村はカバーストーリー、大規模な土砂災害によって立ち入り禁止区域となり、SCP-460JP の影響を逃れた住民は財団に記憶処理を施しました。SCP-460JP-4 は全員死亡扱いで財団に保護されています。現在、SCP-460JP のケテルクラス細分類に関して応募評議会にて協議されています。ポイ2、SCP-460JP に記載されていた文章より抜粋。少子高齢化社会でも、家族の事情は人それぞれ、子供が欲しいあなたも、そうでないあなたも、このアイテムがあれば大丈夫。大切な人と相談して、きちんとした家族計画を。